伊豆急行株式会社は、伊豆急行線の経営を中心とする鉄道会社、伊豆急トラックス。東急グループの企業であり、2012年4月1日より、伊豆急不動産の参加にあった関連会社とともに、伊豆急ホールディングスの子会社となった。全線共通、大人普通旅客運賃2019年10月1日、改定、特急料金、 グリーン料金は2021年4月現在、中長距離では同じ県内の大井川鉄道に次ぐ割高な運賃設定となっている。2010年3月13日にスイカが導入された。スイカの自社発行は行わず、JR 東日本発行の無記名スイカカードを伊豆急トラベルで発売している。 伊豆急行線内の駅では記名スイカスイカ定期券の発売を行っておらず、スイカの払い戻しなどの手続きも JR 東日本の窓口がある伊東駅を除くとできないといった制約がある。なお、伊豆急行が管理する駅の内チャージができる駅は南伊東、川名、ふと、城ヶ崎海岸、伊豆高原、伊豆あた川、伊豆稲取、河津、伊豆急下田の各駅である。 特急停車駅や伊豆急トラベルには JR マルス端末が導入されているが JR 時刻表の委託販売所のリストには掲載がない。あくまでも JR 直通列車の乗車券類を発売するものであり、発売会社の表記は記号ではなく伊豆急行を使用している。マルス端末で自社線内用の特急券も購入できるが座席情報が入った。 JR 地の横長の県に伊豆急行の文様が入った県をホッチキス止めしたものを渡される。その他に沿線にある観光地の入場券などとセットにした割引ギップが多数販売されている。また JR 東日本が発売する週末パスのフリーエリアでもある。なお、伊東駅では JR 東日本の緑の窓口で販売している。 2 1 0 0ファリゾート2 1 e a 急行保有車両、借用車両について記述。国鉄 JR からの乗り入れ車両については、伊豆急行線乗り入れ車両を参照。ありがとうございます。